いや、度肝を抜かれたよ。どびっくりだ。どびっくり。どうだよ、ど。D の件か。それで、あのどでかい D をブレスレットにする？ドジャースタジアムのフェンス使って？するかよ。なんで俺だってわかった？なんでわかったかって？そりゃ手がかりを追ってさ、そっから推理して、謎を解き明かして、科学捜査もしたし、それからどうしたっけ？ああ、そうだ、留守番電話聞いたんだった。お前がダイアンのためにあの D を盗んだってな。それとこんなことも言ってた。俺のナメナメしてって。二度と留守電話残さないぞ。認めろ！俺の恋人が好きだってな。俺がダイアンに惹かれ始めてるってのか？そうだよ。彼女がいると毎日がマシ。ああ、今まで会ったことのないタイプの女か？その通り。彼女をおかずにしてるか？ああ、でもタイは2種類だけ。俺は他人の恋人を奪うような男か？ああ、間違いなくそうだ。でも彼女が好きかって聞かれりゃそれだけは否定する。安心しろ。取引しよう。あの D の始末を手伝う。その代わり二度とダイアンとは話すな。それは無理な話だ。俺の本を書いてるんだぜ。そうだな。ただし絶対手は出すんじゃねえぞ。わかった。はっ、握手すると思った。なんでしちゃったんだろうな。